こんにちは、トコチャンネルです。今日は朝凪印刷さんの、ハッピーセットっていうのバッグ、いや福袋を、購入しましたので、そちらの紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ほんと今更って言われそうなんやけど、紹介したいでさせて。一応ね、普通の紙とトレペット買いました。なので普通のからいきたいと思います。よいしょ、出すのが大変。おりゃ、開けてないから、開けてかなあかんな。ちょっと待てよ、違う、私は右側を開けたいんやけど、朝鳴き印刷さんは左側に封してあるね紙をズボッと出してズボッと入れ替えてこうついでやる。にゃー、あー、危ねー、調子こいてきとったら紙切るとかやった。よいしょ、ズボッと出してね、こんな感じの 90g 上質紙って感じですね。なんからしい、らしいって言い方いいやけど、昔から持ってたイメージ通りのイラストで、なんか嬉しい。私の中でね、朝凪印刷さんはアリスちゃんのペーパーをたくさん売ってたっていうね、昔ね、今もだと思うけど、そういうイメージがすごく強い。これはこうか。いや、はい、開けます。そうなのよ、だからその頃ね、アリス叫んでた頃に、よくね、チラチラ見てました。今はそんな言うほど叫んでないんですけどね、でも好きは好きです。やっぱアリスとなるとちょっと買おうかなみたいな。おお、こっちは方眼になってる、こうついてるんだ。模様は一緒で、こっちは横の罫線と方眼みたいな。なんかシンプルでいいっすねいいっすねって、こういうのもこういうのでいいっすね。好きっすよ。次は、どっちが開くの？結構こうねな。え？ちょっとな、この子は、いい向きやな。このままでいいんやな。じゃあ一枚だけ出そう。シュ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 。この子は、いいね。向き的に私の好みの。1枚だけ出したいんやけど、こんな感じ、すごく音符さんでいい感じで、こっちはもうチョキチョキさえすれば自分でラベルとして使えます。 Just for you Strange Label Rome 発音気にせんといて、私英語苦手だから、そんな感じのが書いてありますね。この辺もさ、端にさ貼りたい時用に使えるよね。一つはなんかラベル用にチョキチョキしといてもいいなってちょっと思った。そう思いながらもね、なかなかそういう風にちゃんと管理ができてないというね。これは、あれ一つ目だけやん。あとはみんな私の好みの向きやんか。右側が開いとってほしいの。クリアファイル右側開くように入れるでどんなわがままやねってそうなんです。自分がこういうのに入れてラッピングするときは気にせんやけど、買ったやつはこっち向きがええなって偉そうに言うからね。これは片面です。こういうの好き、お花さんが綺麗なんです。これなんて読むの、フラ
フラジル。ごめんなさい。読めやんくせに読もうとした。あ、これ昔からのくせに読めやんくせに読もうとするね。あの、常に購入品障害することしてます。昔から。まあね、あの、昔から見てくださってる方はね、またやってるって気づいてもらえると思うんですけどね。読めない単語を読もうとして、読めませんって結局言うっていうね。これも片面かな。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。これは、アリスちゃんだね。帳簿みたいなところの上に、アリスちゃんの絵が、あ、てかアリスちゃんはいない。あ、おった。アリスちゃんおった。端っぽで見つけ、あ、ここにもおった。アリスちゃんだね。そう、そうなんです。アリスちゃんが実は多いんです。こういうの見るとさ、アリスちゃんのコラージュしたっけ。あ、でもちょっと待って、その前にまず基本的なコラージュの、コラージュを思い出そう。うん。なんかね、本当に 3D みたいなコラージュしたいなって思うんやけど、その前に 2D のコラージュちゃんとしようみたいなね。なかなかね、もうどうしよう。たったさ、10月も休んどったか。10、11、12、3ヶ月休んどっただけでさ、コラージュどうやってするんだっけみたいな。もうなんか、普通に貼るしかできやん。あー、これいいっすね。いいっすねって。片面です。これチョキチョキして使ってもいいしね。朝なぎさんのさ、ペーパー箱で、チョキチョキ用に使おうと思えば使えるし、そのままね、その、こう、パターン的なデザインっていう風に使えるのがね。好き。にゃーん、ボーダーコリーミッケ。多分ね。ワンコちゃんね。あの、私。オーストラリアンシェパードとボーダーコリーが大好きなんです。もうね、ボーダーコリーはとにかく頭がいい。めちゃめちゃいい。よいしょー。から、あれで、農業じゃないな。牧場牧場が出る。牧場の人だ、人じゃない、人じゃない。動物たち。馬とか牛とかね。ちょっとこれ七面鳥タキなんちゃつけて猫は食べやんと思うけどこれはヤギさん、羊さん、こっちだもんね。ヤギさんめーでやんな。羊さんめー、まあ難しいな。ちょっとまだ声がちゃんと。これはビーグルさんかな。まあ、牧場って言ったらもうね、犬はボーダーコリーに決まってんじゃんみたいなね。決まってんじゃんって言うな。いや、細かく言うといっぱいおんじゃね。あの、もともとコーギーだって、牛を追っかける牧羊犬やし、なんならジャック・ラッセル・テリアだって、あの、ね、あの、あ、でもあれは牧羊犬じゃないな。あれは、狐やな。狐を狩るときに、吠え立てる犬ね。いや、本来はめっちゃうるさい犬ねんけどね。うち、シナちゃんめっちゃおとなしかった。次、じゃん、食べる。これもまたいいね。チョキチョキしてもいいし、そのまま使ってもいいし、ってこうやって言うとんやけどさ、買うばっか買って何も使ってないっていう。特にこの3ヶ月。買うだけ買って喜んどるという。何があるかもうすでにわからないし。なんか3ヶ月の間に買ったんが、今まで持ってたペーパーの量より多いのよ。どういうことって。もう自分でどういうことって聞きたくなるぐらいね。これね、これね、これねって買いすぎや。もうなんかね、みんなが素敵なペーパーを出しすぎなんか一気にさ、あのちょっとデザインのなんていうの、種類とかさ、質っていうのはちょっと違うかもしれんけど、わからんよね。印刷したとしてわからへんで、なんていうの、こうデザインのこうクオリティがね、100均でも散々言うとったけど、いや普通にこういうペーパーの作家さんたち、まあ、こういうこの汗なぎ印刷とかもしたけどさ、なんかもうみんなこういろんなの出しすぎよ
にゃかわいい、おにゃの子たちかわいい。なんかこのちっちゃい子たち着てさ、ちょっとちっちゃめのジャンクジャーナルにピッて貼ったらぽい絵じゃない。ちょっと私もさ、あのジャンクジャーナルっぽいジャンクジャーナルを作ろうかなっていう、ちょっと今考えとるの、一生懸命一生懸命ね。でも絶対可愛くなるのは分かっとんねんからね。まだあるよ、まだあるって、もうラストワンね。すごいもん、本当に皆さん素晴らしいものばっか出すからお金がなくなるのよと。もうペッツ飼ってる場合じゃないよ、本当にもう。でもこれは何？この人たち踊ってらっしゃるのね。オクラホマ、怖い怖い怖い。いや別に夜中じゃない、あの続けて撮影しとんで全然今夕方なんやけど、声張り上げたら変な声になるやんかってやつやんね。そう、あの低めにおとなしく喋らんと、普通に喋ったら変やんかってね。これが一応除湿師の方のね、こちゃらのセットでございます。まあ、これは一緒の紙だけどね、ハッピーニューイヤーも一緒だけど、初めて買った福袋っていうの、浅田さんで。なんかね、あの LINE 登録すると、あの先にねお値打ち段教えてもらえるらしいのよ。で去年は結局よう買わんくて、お金もなかったし額もなかったし諦めたんやけど、今年はね、あのちゃんと LINE 登録してあったんで買ったよ。はい、じゃあ順番に行こうと思います。こっちまだ開けてないんでね。こっちトレペシリーズです。まだねちょっとね風邪ひいたりもしとったもんね。昨日はねお腹痛くなったんよ、急に。もう大変お腹痛くなった。あーなんか、あ、印刷インクのニュースだ、いい感じ、テラって。なんかこれってピリッて破ってコラージュ使えるって誰に聞いたのか分からんけど、あの使うかな。そういうのに使ってもええんじゃない。あの皆さん知ってますけど、まあ紙も触っとる人やったら分かるけど、トレペってさ曲げるとさ割れるやん。であんまりこう何ていうの、曲げる何かには使いたくないよね。何かにって。でも私はこういうちょっと厚口めの、あでもこのトレペはあのなんだっけ、セリアさんよりは薄いかな。でも多分この、でもあの本当に薄いトレペよりは厚みあるから、多分くしゃっとしたらバリバリって割れるから、あの中にね貼りたい時は私はこう折りたたんでね、折りたたんで、あのちっちゃくするとキャッてやるとパリッてまで割れるで、適度なところで折り曲げながら割れないように、でこう折り目をつけとくと、あのシャカシャカのパリパリ袋みたいになる。どっかやってなかったかな、私どこでも、あえあこうって何て、これねちょっとパリパリ言うやろ、これの中にそういうこのトレペのやつを折りたたんで入れた。めっちゃ音させたかったら細かくね、適当なとこでええわと思ったら適当なとこで、ね、薄いのはもうくしゃっと握ってもいいけどね。まあでも今年はグラシン紙いっぱい買ったで、そんな何なんでもいいな、こっち逆やな、私の好きな方向で逆やな、全部こっち向きが好きなんです。わかる、見えるね、すごいな、こうやって持ち上げると見えるな、こういうのです。私は手元で見させて、今開けたで初めて見るね。ほほー、こういうトレペはどういう風に使ったらいいですか。大きくなって、あの白インクのトレペ、
まいまいちゃ分からんのよ。これどうやってやって使えば。あ、ジャンクジャーナル。またジャンクジャーナルにしました。こう白いさ、インクのトレッペをさ、コーヒー染めしたらどうなるんだろうか。誰か教えて。紙だけ茶色くなってインクはそのままよとかさ、インクも茶色くなるよとかさ、やってみればいいか、やってみようかな。はい、こちらはこんな感じです。すごいな、浮かしたらめっちゃ見えるやん。あ、画面越しに見とるのね、私。直で見ると私は見えんけど、私はここで見やんと見えんで。ほほー、いいね。そういうのも面白そうやな、ね、あと、何だっけ、折り曲げるの、すぐ使いたい人は折り曲げるんだけど、時間がある人はね、あの霧吹きでペペペペって濡らして、で、乾くとパリ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 っていう言い方が変やったけど、で、パリパリパリっていうで声が出やがってきた、パリ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 っていうで、そういうのでもいいと思う。そしたら別に悪いね。すっごい綺麗な印刷ね。透けて見えたら見えてないか。あ、すごいな。素敵。えい、ちょ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 ね。正直さ、トレペってどういうの買えばいいかなって。私分からんのよね。なんか おまけてかコンプセットとかさ、あとまあ適当に自分でまあこれかなって思うのかぐらいしかなくて、ほいほいよいしょ、あれほいほい、じゃん、いやー素敵。裏がさ、白のさ、何だっけ、あのペーパーのさ、内側にこういうの貼ってあったら、パカッて開いた時これ見えたらいいよね。あの、ここで霧吹きシュッシュッシュッして、あの、なるべく折り曲げたの見られやんよ、そこに。そう。ね。あるいはさ、こう窓付きのさ、封筒にしてさ、シュッ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 てしてさ、これ内側にやっといたらさ、パリパリ言うわ、こうね、デザインは見えるわね。めっちゃええんちゃう。あら、かわいい。ちょっと切るわな。よいしょ。あ、こんなんめっちゃかわいい。ちょっと、あと、これまとめた後で霧吹き組を作っとこう。使いたいときにさ、霧吹きはね、使いたいときにすぐ使いやんで、もう、あの、乾くまで待てるわっていうときにね、しなきゃいけない。あ、もしかして向き逆？こっちの方が普通？そうね、ちょっと向き変えようか。うん、なのでね、あの、前もってね、準備しておくといいかもしれません。まあ、使いたいっていう用途を考えとる場合はね。私もちょっと使いたいのがあるな。どれ使おうか悩むな。あ、ここ見れたの忘れとった。そうそうそう、うん、どれ使おうかな。ちょっと考え中。せっかくこんなにトレペいっぱい買ったやで、ね、今こそ1、3、4、5、6、7種類、あ、まだあった8種類。おお、美しゅう、ひゅうひゅう、美しゅうぞ。印刷がね、あのインクがこうピカッて光って綺麗ですわ。見えよからんよな。これとペーパー、でもインクのとこちょっとピカッて光るよね。そんな感じでね、こうやって見るとね、テカッて光っとって発色がいい。素敵。こんなさ、こうやってさ、袋にしてっていうか、これをさ、ポケットにしてもよね。ちょっとだけ入るの。高さが21センチやったらさ、このレースの柄もちゃんとあり余ることなく
入れる入れる。私ね、ファイルの高さは21センチって決めとんのよ。あの、このペーパーをね、デザインを削りたくなくて、前も20センチとか18センチとかにしとったんやけど、あかんと思ってね、デザイン全部入れた。以上かな、以上かね。はい、よいしょ。ういしょ、あー、なんかビシャー破ったな、マイカ。うわ、めっちゃビシャー破ったマイカ。はい、これとね、これ。まあ、どっちも一緒かと思うけど。はい、以上で、朝なぎ印刷さんの、福袋、紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。